こんにちは。第2次補正予算で目玉なのが文化芸術支援策というものですね。これは文化芸術活動、音楽とかね、アーティストさん、絵画とか、それから書道とかね、大道芸とか手品も入るかもしれません。こういったものに関わる演者さん、それを支える舞台スタッフさん、照明さん、音響さん、数々の方が関わると思いますけども、こちらの方の募集が始まりました。文化庁の方からね、詳しくは文化庁のホームページ見ていただきたいんですけども、まずね、結構ハードル高いなと私は感じましたね。これね、統括団体からの認定がいるってことなんですよ。フリーランスの方でもね、これをプロとするらしいんですよ。ですからアマチュアの方はなんか大丈夫だっていう風なね、触れ込みだったんですけども、ここに来てね、7月に入ってダメってことが分かりました。アマチュアで趣味でやってるレベルではダメで、統括団体からの認定を受けてないといけないそうです。まあですんでね、多くの方はここでああダメかっていう風になっちゃうかもしれませんけども、でもね、諦めないでください。こういった方法もあります。事業収入の証明とその実績、展覧会にだとか、どこどこの大会に行きましたとかね、こういった参加実績でもいいそうです。そして活動歴が分かるもの、チラシですとかホームページとかがあればなおいいんですけども、そういうのがなければね、なんかこうかき集めてチケットの半券とか、思い出に書いたね、日記とか、その日のスナップ写真とか、こういうものでもいいと思いますんで、事業収入証明っていうのがいるのがポイントですけども、実績っていうのをね、なんとかこう集めてみたいかなと思います。やっぱりね、何かの活動してれば何かの実績残ると思いますので、これは前例がないことなんでね、その時に使った衣装とかでもいいのかもしれません。ここはね、はっきりとは分かりませんので、当たって砕けろ精神で行くしかないのかなと思います。ちょっとここまでまとめますね。文化芸術支援策に応募するための要件として大きくは2つあります。1つは統括団体からの認定を受けているプロであること、はっきりと客観的にプロであることですよね。そしてそれに当たらない方でも事業収入証明があったり、それから実績とかね、活動歴がはっきりと分かるものが集められる方でしたら、まあ考えてもいいのかなと思います。その上で3つのコースがあります。これはですね、20万円というコースなんですけども、これ個人活動を支援するものですね。個人活動を支援する20万円までの補助金、だいたい使った金額の3分の2ぐらいまでが出るとされてますけども、こちらの方にはどんなものにお金を使ったかという領収書が必要になってますので、領収書を添付の上で、ね、申し込むという方法が考えられます。次はだいたい100万円を上限に募集しているものなんですけども、小規模団体ですね。これは広報の活動にお金を使いましたよとか、動画配信のための費用がかかりますよ、そのための お稽古場がいりますよとかね、練習場がいりますよ、スタッフさん雇いましたよっていうのに対して、だいたい利用金額の3分の2ぐらい、上限100万円程度で支給されるそうです。これが2つ目ですよね。で、3つ目が結構大きいんですけども、これが1500万まで出ます。これは共同申請という形を取りますので、例えば大きな公会堂をされている方がね、いつも毎週毎週自分の家でコンサートやってたんだけども、コンサートをやるときに人を雇いながらね、スタッフさん雇いながら、司会を雇いながらやっていたんだけども、この感染症騒動で半年間全然活動ができなかった、そしてこれから半年もできるかどうか分かんないよって方に対して、じゃあそのための雇用ですとか、それから今度ね、まあ感染症対策をして準備をして、それからまた再度コンサートにつなげるための準備金、稽古代、備品代、消耗品代、こういうものを支援しますってことで1500万円まで出るそうなんでね、家賃がかかる方でしたら家賃を補助に充てるとかっていうことも考えられるかもしれません。こういった形で共同申請、これは一人ではなくて何人かのそういったね、スタッフさんと他のチームと組んでみるのはいいかなと思いますよね。例えばこう笛をやってる方と、リコーダーをやってる方と、バイオリンをやってる方と、ピアノをやってる方、それぞれがフリーランスでやってるんだけども、それが一緒に合わさって共同申請するという形ですよね。まあ、そうすると上限が1500万程度でありますけども、それを皆さんの使った費用で分配するという形ができるんではないかなと思います。なんかね、文化庁のホームページ見てもちょっとね、小難しくて分かりにくいんで、これから読み込まないといけないんですよね。まあ、ざっくりと分かったところが今お話したようなところです。もちろんこれからもちょっとね、変更があるかもしれないんですよね、こういうのは。まあ、ですんで、どうすればいいのかっていうのははっきり言って分かりませんし、これ出された方も今まで前例がないと思いますので、非常に難しいんですけども、サポート相談窓口もありますのでね、そこと連携して、問い合わせをしながら進めていこうかと思います。くれぐれもね、自分からこれは自分には無理だとかね、自分には適用されないんだって諦めるんではなくて、何か方法があるんではないかなっていうふうに探し続けること、これがすごく大事だと思います。で、仮に今回このね、支援が受けられなくても、何かをやろうとした取り組む姿勢っていうのはそのままお稽古とかにね、生きてくると思いますし、芸は身を助けるではないですけども、芸の全てが成功ではないですし、立つステージが全部 100% ではないと思うんですよ。むしろ不完全のまま終わるから次に、もう繋がると思うんですよね。
ですので、こういう、ね、支援策も今回ダメでもまた似たようなことが起きた時にさらに使えていけるようになるんではないかなとかね、こういう行政処理能力ですとか文書作成能力っていうのはやっぱりお稽古してるとなかなか養われないので、こういう時にこそちょっとトライしてみるって気持ちで、されてみてはいかがかなと思っております。また続報がありましたらね、お伝えいたします。私もこれからホームページの方をしっかりと読んでいきますんで、一緒に勉強していきましょう。それでは失礼します。